は一つ。おい、お疲れい。来てくれてありがとう。は一つ。コミュニティ登録ありがとうございます。はい、わかつイブリスいらっしゃい。はい、なんたまとつ。岡里穂さんはとつ。うん。なんかアンチコメントすごかったね。なんで俺こんな叩かれてんの？生虫って辛いよね。どんだけ正論言っても叩かれるからね。だから分かったでしょ。政治家向いてないんだよ。正論言ったら叩かれるから。無難なこと言えないからさ、俺。はい、断崖さんいらっしゃい。うん。マルチレベルマーケティングの保険の印税未だに入ってくる。月1000円だけど、10年間も。おー、でかいね、それは。なんだ、いらないのかと思ったんだよ。でも食べちゃったよ。食べなかったから。ごめん。残しとけばよかったな。でも食っちゃった。ごめん。うん。何言ってくれれば残しといたのに、うん。俺はあるものは全部食っちゃうよ。家にあるものは全部食う。うん、そうなんだよね。うん、だからビジネスって賢いやつが勝つんだよね。賢くないやつが騙され続けるだけで。電子マネーを全国民に配ってその後お金のない社会に移行するって言ってた人がいた。その人の理想なんじゃないかな、それは。そういう風な時代が来るっていう予見じゃなくて、その人が理想としてる社会がそれなんじゃないの。どうなんだろう。シリとアンドロイドのシリに聞いてみ、残したら人間がアンドロイドにしかないんだよ。うん。俺もアムウェイのコードかなり昔に作ったけど、まだあるかな。どうなんだろうね。問い合わせてみたら多分残ってそうだと思うけど。うん。俺はそうだね。出会う機会、セミナー主催したり、名刺交換会主催してたら、人脈なんてバカバカできたけど。うん。だから、俺の考え方は、新規のやつをネズミ講に参加させるんじゃなくて、もうネズミ講ばっかりやってるやつのうだつが上がらないやつがいっぱいいるわけじゃん。そういうやつが名刺交換会に参加するから、だからそいつらがくら替えしたら早いと思ったから、だから名刺交換会やったらネットワークビジネスやってるやつばっかり集まるわけじゃん。で、主催してる側だから、ああ、あの人すげえ、あの人が100人も集めてんだって、あの人と一緒に仕事したら儲かるって思うじゃん。でしょ？で、名刺の束2000枚の名刺とかのこれでバーンってやって、こんだけリストあるけど俺と組まないっていうだけで、あ、やりますって言ってたよ。うん。だから誰と組むかなんだよ。うん。と思うけど、俺はネットワークビジネスに関しては俺プロだからね。もうやんないけど、上の立場に立てばこっちの情報強気で言えるね。そういうロジックね。なるほど。うん。あ、そうだよ。起業しても5年以内に 90% 潰れんな、ほんと。うん。うだつ上がらない人たちではじゃなくて、1回のプレゼンテーションで、要は、バカは一人一人に100人に2時間かけるのよ。でしょ？ 100 人にお願いします、入ってください、やってください、こういうのがあるんですって2時間、一人一人にやるの。俺はめんどくさいから、1回2時間で100人集めて、やる人を手挙げてっていうの。上がれば上がるほど俺もってなるから。100人の前で5分で済むよ。俺と一緒にビジネスやる人って。終わりだよ。要は、効率化だよ。効率化。うん。そうそうそう。参加者同士だとクレームになりやすい。ほんと。そう。じゃあ、あとは調べてねって言うと、本社のセミナーつなげばいいだけだから。もともとネズミ講に騙されるような人たちだから、本社行ったらすげえって言うのよ。なんでも。うん。営業してた時稼いでる感覚なかったわ。今の方が金額下がったけど稼いでる感強い。それはあれでしょ、実業をやってるからじゃん。うん。
漁業をやってないからでしょ。人とのつながりがなく、バーをするも客が来ない。31歳、生活保護、うん、なんで辞めちゃった、あの舞踊会嫌になったとか。いや、だって、一度覚えた、一度クリアしたゲームやる？ドラゴンクエスト5、裏面までクリアしました。もう一回やらないでしょ。面白くないな。俺はだから、新しいゲームやりたい。こんな感じ。バーバーだと趣味だもん、うん、いや、未だに引き抜きされてるよ、断ってるよ、俺と一緒にね、奥稼ごうぜって、うん、やだよ、うん、そう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 、うん、ああ、まあね、そういうのもあるよね、お母さんね、うん、映画エクスマキナ知ってる？あ、見たことあるかな、エクスマキナ。俺も見てないけど、アンドロイド未来が描かれてるらしい。あ、エクスマキナ見たよ、うん、経済的自由なんて別に、だって働いたら稼げるもん俺、うん、働くのがだるいんだって。それよりも楽しいことで稼いだ方が効率よくない？うん。Xマキナ？いや、あんま面白くなかったな。うん。光学機動隊の方が僕は好みだったかな。うん。人相悪くなった？そう。どこまでをクリアと定義するかわからんけど、満足イコール幸せとはならんかも。どうなんだろうね。もう、まあ、権利収入って面白そうだなと思って、実際得てみたけど、まあ、最高だよね。うん、すげえ良かったね、うん。権利収入はいいっすね。うん、そこまで構築するまで大変だけどね、仕組みをね。うん、どうだろうね、2、3年ぐらいかな。うん、今なんで？もう会社辞めちゃった。うん、所属してない。要は、アカウント停止よ。うん、そうだよ、うん、育った環境が悪い、能力のない人間の典型、うん、NLM の業界に20年30年食ってる連中いるよね。長ければ長いほど有利だよね。やっぱり人脈のストックがあるから、携帯電話とかすごい入ってるもんね。みんな2台3台持って、メモリいっぱいにも入ってたよ。うん、ケアが必要だったのかな。そうだね、ケアは絶対必要だと思うよ、うん、生活保護が最強の権利収入、うん、食費は月3万ぐらいかな。うん。3万超えるかな。うん。それくらいかな。食費っていうか服とかを買わないですね。
山崎匠さん。俺、あれ、あの人が好きだったね。アドベンチャーカエル。高橋あゆむさん好きだったね。ナマポはね、俺の年齢で新宿の場所だとね、13万前後。13万だと思ってもらえればいいかな。ハロウィン中継しないね。霞が関の官僚も人工知能になって使うのは人工肛門の名医だけ必要になりそうな雰囲気。13万やとギリギリってかむしろ足りなくない？だから裕福なことは何も、まあないよね。食っていくことと、だから衣食住を、最低限の衣食住を保障されてるっていうのが生活保護の名目だから。で、まあ働いて得て控除する金額が2万ぐらいあるから、プラス2万。生ポの範囲内で食え。いや、別に、いただけるものはいただきますけど。あと、まあ、ニコ生とかで7万ぐらいもらってる感じか。物品とかに換算するとね。現金に換、物品を現金に換算すると、ニコ生で7万ぐらいか。だから15万プラス7万だから22万ぐらいか。意外と大変だな。おカカオ、はよう。就職活動か。俺、働いてる。今。病院も通ってるけど。でも別に生ポ行こう。まあ、働ける人は就職活動しないとダメだね。で、まあ、ドクターストップかかってたら、まあ、就活しろとは言われないけど。東京も寒いよ。全然寒い。冷えてきたよ。だからね、大阪とかと比べると全然東京は寒いと思った方がいいと思う。関西の方やっぱあったかいもん。全然違うと思った方がいいよ。もうジャンパーが必要ですよ、ジャンパーが。あとはもう人工肛門の名医だけは探しておいた方がいい。ちょっとよくわかんねえな。福祉事業所が厳しくない。どういうこと？福祉事業所が厳しくないっていうのは、冬着はね、持ってこないとダメだと思う。まあ、何月に来るかによると思うけど、もうあれだよ、コートとか着始める頃なんじゃない？そろそろ。今はもうみんなパーカーとか着てるからね。福祉事業所が厳しくないのか。どういうことだろう。福祉事業所が厳しくない。まず福祉事業所、事務所っていうのがよくわかんないわ。役所のこと。じゃあ生活保護っていう制度自体が、っていうよりも日本国憲法自体が、働ける人は働きなさいっていう憲法だから。で、働けないっていうのは病院で決まるわけだ。ドクターストップ、それは憲法上保障されてることだから、人権のことでね。だから病院で働けないって言われたら働かなくていいし、働けるんだったらハローワーク通ってくださいってことよ。俺、人工、肛門壊れてないよ。全然。嫁が北国出身だから当てにならん、あいつの感覚。憲法も改正される動きもありますね。まあ、古い憲法だからね。現代には合ってないところもいっぱいあるからね。変えないといけないかもしれないよね。
変えた方がいいと思うよ。うん、まこつ、昔の様に変わってる。なんでこの顔おじさんみたい。おお、実はあのもともとこういう構想で一個一個のサムネを作ってたので、ロゴマークはあのなんだろう、顔写真付きのサムネイルはあれで完成だと思ってたんだけど、ロゴマークを作ってそれを合体させる構想だったの、もともと。だから今が完成品かな。うん、お嫁さん外人羨ましいよね。ロシア人綺麗だよね。なんかロシア人のメイドカフェできたの知ってる？すっげえ美人。店長がすげえ美人なの。うん、すごいよ。アイドルみたいな可愛さだよ。もともとね、何銀行員か、ロシアで銀行員やってたんだけど、ロシアで銀行員やってた子が日本に憧れてアニメが好きで日本に来た子で、この子が店長かな。うん、この子は店長。なんか結構有名なコスプレイヤーだったらしいね。うん、でメイドカフェやってるっぽいね。可愛いよねこの子。この子。うん、結構話題になってたよ。可愛いよね。うん、ほぼ店長なんだって。で、もう日本、なんかビザが切れるとかなんとかで稼がないといけないらしくて、それでメイドカフェ作るっていう感じだったらしいよ。うん、まあまあ、ぶっ飛んで可愛いと思うけど、うん、普通にすげえ可愛くない？うん、北欧系の顔。憲法の上に ISD 条項付きでグローバル投資家の訴訟社会になるの知ってる。パワハラとかも対象外だけど、オープンするかどうした。やっぱ出資者がいるんじゃないの、それなりに。うん、こんだけ可愛かったら儲かるって思うでしょ、普通に。なんかね、小柄なんだよね。うん、すごい、なんかアニメっぽい、なんかこうアニメっぽいだよね。ほんとアニメみたいじゃない、なんか体の大きさとかで、この可愛さだからね。そう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 、もともとコスプレイヤーで、それこそこれニコ生でしょ。あ、なんだっけ、ニコ同系じゃないの、この子は。わかんないけど、うん、小さいよね。うん、すげえ可愛いよ。外国籍の人が日本でビジネス始めるときに簡単に審査クリアできるの、どうなんだろうね。日本でビジネスやりたいっていう人いるのかね。うん、あ、ベッキー系だね、確かに。ていうかベッキー普通に美人だと思うけどな。ベッキー普通に喋らなかったら可愛いぞ、普通に。TPP がどうやばいのか全然分かってねえかんな俺。ヘイトスピーチ規制法で日本人は訴えられる権利があるから、ワドをボロ儲けだな。ん？ヘイトスピーチ規制法？日本だけ推移、他国はしてない。
難しいことは俺よくわかんねえわ。政治はわかんねえ。ああ、生の喜びおっさん。新宿にいるんだ。うん。俺見たことないな。でもあんなのばっかりじゃない？変なやつばっかりなんだけど。なんかさ、その、動画になったりとかして有名になってるだけであんなのばっかりじゃん？新宿とか。和道ってある程度有能な両親だったがゆえに、どうでもいい子供だったから捨てられたんでしょうね。どうなんだろうね。曲いつ完成すんの？すげえ中だるみしてる。だれちゃってる。うん、わかんねえわ。5年で崩壊か、うん、いっぱいいるよね、うん、俺全然 YouTuber になってないよ。食品もいろんなのが入ってきてそうだよね、うん、なんかあんまり政治の話わかんないよ俺振られても、うん、闇将軍に聞いた方が詳しいんじゃないの。闇将軍政治の話だったら俺が知ってる生主で一番信用できんの闇将軍だわ。ああ TPP 最大の問題は日本の健康保険制度を廃止してアメリカの保険会社が健康保険制度を支配することなのです。部屋変わってないよ。間取りっていうかそのレイアウト変えただけ、綺麗にしただけ。在日ですよ僕は、うん、在日です。そうだね、闇職はねもうニコ生引退してキャス行った。はい、僕在日ですよ。うん、いや俺在日だよ。俺コークリだもん。先祖コークリ、うん、3世紀頃に日本に来たの。だからコークリ人だから、うん。さっきサメさんの放送いたよ、うん、さっきいた、うん。うん、コウクリですね。島津家って旗氏だから、旗氏ってほら渡来人だから、うん。韓国から来たの。国が滅んじゃって日本に帰化したの3世紀に。俺もケニア人とアフリカ人、アフリカ系のハーフだ。ケニアってアフリカじゃないの？ケニアはケニアでまた別なの。俺ケニアってアフリカだと思ってたけど。ケニアとアフリカ系のハーフだったら思いっきり黒人じゃないの。外人とやりたい。俺はあんまないな、外人とやりたいとか、うん、かわいい彼女がいるんだよ。でもなぜか肌は白いって言われる。それあれじゃん、黒人から見たら肌が白いって言われるんじゃないの、うん、アフリカ大陸の中にケニアが存在する、うん、セフレじゃない、彼女彼女、めっちゃかわいい彼女いいんだよ俺。お前らがやべえ羨ましいっていう彼女いるから、うん、写真彼女も、うん、よいしょ。ていうかコメント別に普通に打ってるけどさっきから、どれだろう、
写真どれだっけ、あれ写真どれだっけな、ちょっと待って、写真どのファイルかわかんねえな、あこれか、彼女47歳これ生ポナン知ってるよ、だってリスナーだもん。いや結婚はなんかあんまり興味ないみたいだね。不思議系だね、本当は男？いや全然全然男じゃないけど、彼女何してる人？魔法使い、いや俺のことめっちゃ好きらしいよ、俺のことめっちゃ好きだって言ってた。他の写真も見る。他の写真も見ます。ロハコさんの方がキスうまいね。怒られる。こっちじゃないか、こんな感じだね、ペニバンで掘ってもらったりはしてないね。いや雰囲気かな、ベッキーではないでしょ、おはようしんのすけさん、おはよう、生の人なんよリスナーさん、そう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 、前後ろから隙間から覗いてた人ね、え誰に働けって言われないってこと、あ彼女はあの働いてるのはあんま心よく思ってないですね、生ぬしとして美味しくないって言ってた、働くのはちょっと大手になれねえなって朝さ働いてんのちっとなみたいな顔してたよ、ふわっち言ってたけど見れなかったんだけど、嘘、ふわっち全然見れるよ、ふわっち見れる見れる、そう変わってるからね俺の顔と、じゃあみんなお疲れ、おやすみ、もうラスト枠です、お疲れ様、ありがとね、またね、みんな仕事頑張ってね、登録しないとダメなんじゃないかな、いい彼女だよ、バイバイ、また来てね、に生活保護でも彼女